さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリンウィー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。本日もお便り寄せられましたのでご紹介いたします、はい、ラジオネームはももかさんから、はい、初めまして。早速なのですが相談させていただきます。よろしくお願いいたします、はい、私は今年大学を卒業し国家試験に受かり、4月から精神科作業療法士として県内の病院のリハビリテーション科に勤務している22歳の女性です、はい、仕事内容に慣れてきて最近婚活を始めたいと思うようになりました。今は病院側が決めたマンション、一応寮ですが自分以外の住民は医療関係ではなく一般の方です。また病院側が家賃の半分を負担してくれて、うん、残りの家賃の3万3000円は給料から引かれています、はい、そんな一人暮らしをしていて料理も自分でちゃんと作っています。年収は分かりませんが月収は家賃も引いて20万円ぐらいで不自由なく暮らしています、はい、私の理想の男性は不自由なく暮らせる程度の給料がある人、うん、高収入とかはあまり気にしません。そして優しくてある程度リードしてくれてぐいぐい来ない人、うん、私は自閉症の中で言葉の遅れも知的な遅れもないアスペルガーを抱えています、うん、小学校の頃は早産の体ハンデが理解されずクラスメートに4年半いじめられたり、中高も人間関係があまりうまくいかなくて未だに自分からが苦手ですし、うん、何より相手からすごくグイグイ来られると自分がついていけなくなります。そして条件は家事の苦手な部分だけをやってくれる人。私の早産の身体ハンデはバランス感覚がないのと、何より握力が普通より弱く握力は10と11ぐらいです。なので電球を交換したり買い物した袋を半分持ってくれたり高いところにあるものを取ってくれるのだったら理想だなと思います。料理と掃除は自分がやっていいと思います、はい、早産の身体ハンデとアスペルガーを持っている私でも結婚できますか、はい、また何から始めるべきですか、はい、というご相談です。いやー、ももかさん嬉しいですね、うん、22歳の若さで、はい、もう結婚のことをちゃんと捉えて生きてる、ね、はい、これはねもう素晴らしい、うん、一生懸命ねお仕事もされてらして、うん、偉いと思いました、はい、国家資格をね、取られて、はい、精神科作業療法士さんっておっしゃるんですね、はい、でおそらくもうご自身が小さい時からね、うん、そういうところで、はい、あのいろいろとうまくいかなかったと、うん、いじめられたりとか ね、はい、でそういうその気持ちがあってこそ、うん、自分はその精神的なことをサポートしてあげたりっていうようなことで、はい、うん、今のお仕事にね疲れてるんだと思いますけれども、はい、うん、結婚自体はお相手探しは難しくないと思います、うん、はいはい、というのは、うん、彼女が不自由なく暮らせる程度の給料で、はい、そんなにその高収入とかあまり求めてないっていうふうにおっしゃってるし、うん、はい、例えばよく皆さんがね、うん、この番組に寄せる方ってほら年収1000万以上がいいとかこういう仕事がいいとかね、はい、あとあのほらあの何デイブって言ったりハゲつったりそうすごいことを言ってるじゃないですかその絶対嫌だとかね、うん、でそういうことを書いてないですから、はいはい、そもそも、まあ、なんか優しく受け止めてくれる方、ね、自分のことをっていうように感じますよね。だからご自身の生き方がどういう生き方をすると生きやすいかっていう、うん、あの症状が分かってらっしゃるわけじゃない、はい、だからそれを崩したくないわけだよね、うん、その習慣とか生活習慣、はいはい、生活習慣崩したくないからそこを一緒に守ってくれる人っていうことだと思うんですよ、はい、それであればまず電球変えるから背高い人、なるほど、はい、重い荷物持ったり、うん、力がある人、うん、力があって、はい、背が高くって、はい、まあでも椅子とか登れば大丈夫じゃないですか背高くが脚立とかね、脚立とか、あとあの荷物、重い荷物もね、うん、あのお水とかみりんとかは宅配でもいいですからね、うん、本当に今届けてくれますからね、うんうん、それだったらね、うん、優しい人ですね、うん、気性が穏やかな人、はいはい、で感情的にならない人、はい、そういう人がいいと思いますね、うん、でのんきな人、のんきな人、のんきな人、うん、あのパッ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 
とこうイライラしない、はい、せっかちじゃない、はい、でカッカカッカ感情的にならない、うん、はい、割とこう大人の感性っていうのかな、うん、いいよいいよ桃花ちゃんのペースでいいよみたいな。で大人の感性じゃないにしても、うん、優しい男の子最近ものすごく多いですからね、うん、はいはい、ものすごく多いんで、うん、まあ、そういうこう穏やかに育った、うん、もうマリーミにはねもううってつけの人が約2名います。2名も、はい、はい、めちゃくちゃイケメン、背が180センチ、ほうほうほう、でもう本当に穏やか。先日も、うん、お見合いでした、うん、お見合いでした。イケメンなんで人気あるんですよ、はい、で本人は出世は考えてないと、出世は、うん、今の仕事で、うん、やりきると、はあ、で定年退職までいられるんだから、うん、そこで満足ですから、うん、そこで働いてお金を使うこともないし、うん、自分の趣味、うん、絵を描いたり作曲したりするのが趣味だから、そういうのができればそれで十分ですという話なんですよ、うん、はい、だからそんな人がいいと思う。そうですね、うんうん、確かに、そのなんていうの、出世街道まっしぐらで働きます、うん、ね、うん、働く戦士ですみたいなのと、お家に帰ってくるとなんだここに汚れるんじゃないかとか、なんで今日も肉だっつってんのウインナーなのかよみたいな。ウインナーも肉ですけどねそうそうそう、こういう分厚い肉を俺は望んでたんだみたいな、なっちゃうような人も絶対ダメってこと。確かに本当優しいから、びっくりする。だってその子は2回目のデートで、はい、女の子が仕事が遅くなっちゃったと、はい、お待ち合わせの場所に行くのにお待たせしちゃうと思うって言ったら、彼は、うん、僕があなたのところまで行きます、わざわざ、そう、そこにいていただいて結構ですからって言ってんですもん。1時間かけて電車乗って行ったんですよ。偉いですよ。で私がそれを褒めたわけですよ、ね、女の子は喜んでたよって、すごく優しい人だって言ってくれてたよって言ったら、何のことですかって言うんです。あ、もう普通のことだと思ってらっしゃる。普通のことなんですよ。で、と思って、うん、もうすぐもう私もうカルテがありますからね、はいはい、会員さんの、はい、何月何日誰誰さん、うん、何時何分のことですよって教えてあげて、うん、はい、あーって自分で考えて、うん、そんなこともありましたね、うん、でも仕事をギリギリまでやっていて、うん、で女性が身支度をしなきゃいけない、うん、で汗をかきながら慌てて来られるよりも、僕はもうすぐ動けばいい話なの で本も持ってきたから電車の中でその本を読めると、読んでその時間も過ごせる、一石二鳥だと、だから僕が行けばいいと思ったんですって。優しいでしょ、一時が万事。もうその方決まっちゃうじゃないですか。決まっちゃう、その子も紹介できない、決まんない、優しすぎるの。あ、そうなんですか。優しすぎるの、優しすぎるのが大好きっていうところに今マッチングしてないですよ。まだ大丈夫だよ桃花さん明日電話しなきゃ、桃花さんまだ大丈夫だって、180センチのイケメンだと電球だって絶対変えてくれるし。もう私ね、イケメン結構いるんです、うん、マリミはね、はい、いるんだけど、うん、ジャニーズに近い、まあ、でも桃花さんそのイケメンとは言ってないですけど でもね、イケメンがいいとは言ってないけどね、でも言ってないんだけど、うん、その子はとにかく優しいんですよ。だから何が、あとね、あといろんなこと言うね、みんな女の子がこうこうこういうふうにしてくれたんですってこう報告してくれるわけですよ、うん、はい、でどういうことが優しいと思うのかなっていうふうに思うわけですよ、うんうん、はいはい、で優しさっていうのは私の場合は作るから、私はね、はい、作らせるから別に困りもしないんだけ ど、普通の女の子たちが思う優しさってどうなんだろうって思ったら、うん、はい、野菜が嫌いな女の子がいたわけですよ、はい、でそれを知っていた彼は、はいはい、そしたらコースで出てきたら、うん、僕が食べるねって言って野菜を取ってくれた。お、優しいじゃないですか、うん、確かに気が利く野菜が食べれないその子を責めることもなく、野菜が嫌いな、ね、恥かけすることもなく、僕が食べちゃえば、うん、残すっていうその申し訳なささもないよねっていうような、いいでしょ、こんなのいっぱいあるもん、ま、あと桃花さんも、まあ、優しい人を、うん、まあ、求めるでらしたらこう相手を優しくする テクニックじゃないですけどね、やっぱこ うまく甘えるというか、そうですね、そういう感じにしたらお相手も優しく、あとね、おそらく彼女、うん、音とかダメなんだと思う。なるほど、バーンっていう音とか、あの激しいもの、はい、ドアをバーン
ーンって閉めたりとか、多分そういうものもちょっと怖いって思っちゃうかもしれないから、動作が緩やかな人がいいです。ちょっとのんびりしちゃうぐらい、ドアをバーンって閉めるような子じゃなくて、小さい時からお母様にドアを静かに閉めなさいって言われて育ったような、はい、そういう子だったらいいと思う、まあ、そういう男性、開けっぱなしにしちゃうぐらいのね、うん、そう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 、だからそのさっきのイケメンちゃんなんかは、はい、私のお部屋を出る時もパタって、失礼いたしますって帰りますから、礼儀正しいし優しいし、なんていうかもう心温まりますよ。だからそういう子がぴったりだなと思いましたけど。確かに。おいくつなんですかその方？30代。おお、じゃあいいですね。ちょっとだから。いいと思いますよ。まあそういう方もいるっていうね。そう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 。そういう。いますよ。大丈夫。じゃあ何から始めるべきですかっていうのは、マリミに来てくださいですか？私のこの動画、はい、見続けていただければ大丈夫です。22だから YouTube をいっぱい見て、まだ結婚しないと思う、ね、まだ入ったばっかりで、まだ結婚しないと思う、まず社会、社会に出て、はい、いろんなこう人を見てください、はい、で優しくされた時に私もこういうふうにして優しくしてあげようって感じてください、で意地悪された時にこういうふうにしないように気をつけようっていうふうなところで自分に人間力が上がるから、夫婦になった時の抵抗できる力も身についてきます。今はもう学生さんだったし、守られて守られて生きてこられたと思うんですよ、何かと。だけど、そう、だけどこれから社会に出ると、もういろんなものに当たりますからね、それを少しずつ少しずつ受け止めて、いいところを身につけて、悪いところは自分でこれはダメなんだって感じ取って、で人間力を上げていって少し社会になれる、社会に慣れてから結婚を考えればいいと思います。いただきました。素晴らしい、素晴らしいですか、その通りかと、はい、はいはい、素晴らしいですね、はい、先生の熱いメッセージ、はいはい、選挙の演説してるのかと本当ですね、はい、この間までね、はい、そうですね、はい、はい、なんかもうね、先生の熱いメッセージ本当にね、たくさんね、はい、いいこと先生たくさんこれまでね、名言残してらっしゃいますのでね、はいはい、YouTube ご覧いただきたいなと思います、はい、はい、もうご賛成長くお幸せに、はい、そろそろ時間ですね、はい、お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間をお楽しみに、ごきげんよう、さよなら。